こんにちは、ヴィンセントです。今回は多次元の越境を、炭治郎を使った最新編成で攻略していきたいと思います。今ねスタミナ24で回れるので、お得となってます。ではまずは、リーダーの炭治郎はこちらのね究極の形態がねいいと思います。固定ダメージがねあるのでって感じですね。で武器が、ガンダムから受動アーシタを採用してます。封印耐性がねこの炭治郎の編成って少ないと思うのでなるべく封印耐性をつけてあげるといいと思います。でスオーは、属性のね相性もいいので採用してます。で軽減ループね基本的には、これで使っていきます。で武器はウルバリンで、まあ、十字だったりスキブ、まあ、暗闇耐性とかね覚醒がめちゃめちゃ強いので採用してます。でダブルゼータガンダムは属性吸収ダメージ吸収の枠ですね。で武器は、10連ガチャドラを採用してます。でネズコは何気にね、インの加護をこれ受けれるのでここですねで、採用してます。で覚醒無効消せない回復キャラ、まあ、3ターンで打てるっていうのがね非常に強いので、で多分ね多次元のシリーズって7ターン以上食らうことって多分ないはずなので基本的にはこのネズコで、全然問題はないと思います。でどっかに、お邪魔目覚め耐性は必要って感じですね。で武器は増白点を採用してます。はい。で炭治郎にはエーセの武器ですね、封印耐性をつけたかったんで採用してます。ではやっていきたいと思います。はい。ではまず1階層です。1階層の時点でフレンドとね、右から2番目の炭治郎が溜まってないのでまずね左から順番にスキル使っていきます。はい。まあ空打ちですね。でスオーも使って軽減ループ張っていきます。でダブルゼータガンダムも、空打ち1回してでネズコ使ってヘイストかけていきます。でそうするとね、右の2体炭治郎溜まってくるので使って、はい。まあ、こんな感じでね、無効貫通組まなくても基本的には火力めちゃめちゃ出るので無効貫通がついてない敵にはね、無理に無効貫通組む必要性は全くないと思います。でちょっと残しておいてあげるとこの2回目の攻撃の時にね火と水が残ってるといいと思います。まだここではね炭治郎打てないので。はい。でしっかりね火を4個以上つなげて消してあげると。で2階層からはもう右の2体の炭治郎ループで倒していく感じになります。まあ、久しぶりにね、多次元やったんですけど、さすがにめちゃめちゃ簡単になってましたね。敵の火力も、あ、もうこんなに食らわないんだとも思ったし、こんなに敵柔らかかったんだ、みたいな感じにもなりましたね。多分もう皆さんもね、多次元やって相当長いことやってないと思うんですけど、まあでも当時ね、めんどくさいなと思って残してる人とかもいると思うんでね、今24でささっとね、多分終わらせるチャンスだと思います。はい。で3階層は消せないだとかあとはリダチェンと暗闇目覚めがあるんですけど基本的には誰とリダチェン入れ替わっても全く問題ないんでね。なんで水か火でとりあえず十字組んであげて組めそうだったらね一気に2つ組んであげて解除していくといいと思います。でも暗闇にこれ夢中になって十字組むのに夢中になって10コンボいかずに火力は全然出なかったんでね。でこのダブルゼータガンダムと変わるのが多分一番ね耐久力低くなるんですけどそれでも一応今みたいに耐えることができるので他のキャラクターと入れ替わればもっと楽になると思います。であとはもう適当にね全体攻撃絡ませながら殴っていくといいと思いますね。でここは真ん中の敵だけ残ってしまうと全回復されてちょっと手間なのでなんで立ち回り方としては最初の攻撃で一旦ね無効貫通組んで真ん中まで真ん中の敵をね、殴っていきます。でその後に属性吸収ダメージ吸収のスキル、ダブルゼータガンダムのスキルですね使ってで炭治郎も使って倒していくといいと思います。まあ、もしここで、9個以上ね無効貫通組めないなと思ったらスオーとかねここ溜まってると思うんで使ってもらってもいいと思いますね。
はい、であとはもうこの辺はね無効貫通の敵が多いので盤面に火が9個以上あれば組んでもらって倒していくと。で水の敵とかは相性が属性のね相性が悪いので2パンで、水以外の敵だったら基本的には1パンで倒せると思います。でこの階層は覚醒無効が来るか、操作時間短くされるかって感じですね。覚醒無効の方だったんで禰豆子使ってで炭治郎使って突破していくと。でもう片方はホルスですね。ホルスが出ると操作時間短くされるので、その場合はとリーダーのね方の炭治郎を使ってあげると、操作時間書き換えてくれるので、まあ、そういう立ち回りがねいいんじゃないかなと思います。もう火力的にはねもうこれほぼほぼ多分マックスで出てるんで、一番左のねあのリーダーの炭治郎を使って76番目にしたり、強化ドロップにしてくれたりとかして火力めちゃめちゃ出せるんだけど、多分普通に組むのってねあのもうほぼほぼ変わらないと思いますね。なんでこういう水の敵とかが出て火力出したいと思ってももうこれ以上は多分出せないんで、もう2パンで倒していくしかないと思いますね。まあでもそれでもね余裕で10分台とかでクリアできるので相当楽でしたね。でもともと多次元は闇ユリシャがすごく難しいというか、闇ユリシャが出てしまうと外れみたいなね印象が多分相当強かったんですけど、今回ね闇ユリシャと戦ったんだけどめちゃめちゃ簡単だったんでね、まあ、相当やっぱりインフレを感じましたね。多次元とかでも個人的には結構好きだったんで、そういう多次元とかのめちゃめちゃ難しい版みたいな、要は超重力じゃない系の高難易度出ないかなってずっと思ってるんですけどね、もう超重力系しか基本的にはやらないんですかね。はい、でここもね無効貫通が必要なのでしっかり組んでいきます。で火はね無理に組まなくても9個以上というか、無効貫通組んであとは残しておいてあげるとね次の階層とかでもより無効貫通が多分組みやすくなると思うんで、はい、でラファエルがこの階層出てしまうと軽減ループ張ってても剥がされてしまうので、まあでもだから別に注意が必要ですとかっていうほどのことはね全然ないですね。あ剥がされたなぐらいの感じです。はい、まあ、基本的にはね、ワンパンで全然いけるはずなのでめちゃめちゃ多分ストレス的にはかからないと思います。で10階層はちょっとめんどくさい場所で、まあパズル教室が出るとちょっとめんどくさいかもしれないです。まあ、でもね今回みたいにパズパスバッジとかつけてると操作時間も多分だいぶあると思うんで、まあ、余裕かなと思いますね。はい、でここはしっかりと、クライミング目覚め解除してからこの半分削るといいと思いますね。まあ、より確実にね全部見えてる方が、はい、余裕で7コンボ以上は出せるんじゃないかなと思います。まあ、あとはパズル教室じゃなかったらサラスバティだっけ、覚醒無効の敵が出るので禰豆子使って解除してあげるといいと思います。ただまあ水の敵なんでね2パンで倒すって感じですね。はい、で11階層は、2パターンあるんですけど、どちらの敵が出たとしても吸収のスキルが必要なので、はい、ここはダブルゼータガンダムを打って突破していきます。でどっちの敵が出てもね、全然硬くはないんでね。でそうだ、もう片方の敵のパターンだと操作時間激減してくるので、なんで炭治郎の今ねこれ裏溜まっちゃってるんですよね。炭治郎のスキルがリーダーのね一番左の炭治郎のスキルが使えない場合は、無理に無効貫通組まなくてもね4個以上とかで組んでもらっても余裕で抜けるんでね、急いで無効貫通組むっていうよりかは普通に4個以上組んでしっかり10コンボ以上出す
ていう感じで余裕でね抜けます。はい、でここの階層はねちょっと、めんどくさいヘイストがかかってきてしまって、はい、まあ一応こんな感じで全部使ってます。あ、でごめんなさい、最初ね多分フレンドの紹介をしてなかったんですけど、フレンドさんがちょっと消えてしまってたので、スキル遅延4に、ホノリンがねついてる武器でしたね。はい、まあ、ここもちょっと耐えれなかった、一発で倒せなかったんで2パンでね倒していく感じになります。でここはもう片方の敵だったとしたらアシスト剥がされて1ターンで倒すっていう風なんですけど、まあ、そこも同じようにね、4個以上で組んであげれば倒せるんじゃないかなと思います。無効貫通とか貼ってこないはずなんで。でこの階層は、はい、見かけでしたね。まあ、3パターンでセイナだったらちょっと、先制が高いんだけど、もう今となってはね全然全く怖くないような先制ダメージなので。で見かけもちょっとね硬かったんで2パンかなとか思ったんですけど、余裕でワンパンで抜けましたね。はい、で14階層のエキドナーは3パターンあって、まあ水なんでねちょっと2パンとかで、あでもまあエキドナーは500億ぐらいあるんで、どちらにしても多分2パンとかになるかな。他のエキドナー火だとしても光にしても、で光だったら属性吸収が必要なんですけど、多分関係ない色なんじゃないかな。基本的には光と闇を吸収してくることが多かったと思うんで、まあ、もし属性水とかね火ダメってなったら、ダブルゼータガンダム溜まるの待って倒すみたいな感じですかね。はい、こいつ最初ね90激減なんだけど次85の激減になるので、ここでね、はい、抜くことができました。で最初のボスのユリシャは、まあ普通にやれば多分ね通貫になると思います。これちょっと足りなかった、ギリギリ足りましたね。まあただ別に無効貫通ついてないんで、まあ絶対に組まないといけないっていうわけではないんでね。はい、まあ、こんな感じでね、普通に2パンで倒すことができます。めちゃめちゃ火力高い編成だとね全然ワンパンでも抜けるんですけどね。はい、で最後が闇ユリシャでしたね。闇ユリシャは毒耐性とかあとお邪魔耐性がないと爆弾にめちゃめちゃ変えてきたりとか毒すごい作ってきたりとかするので、その2つの耐性はねしっかり、まあというか暗闇お邪魔毒は、多次元においてはね結構必要なんじゃないかなと思います。まあ今はね武器とかでもアシスト簡単につけれるんでね、耐性をその辺もすごくねやりやすくなってると思いますね。はい、でどうせなんで水と火両方無効貫通組んで殴っていきます。なんで2パンで真ん中まで来て、で残り2発で倒すと、なんで合計4発ぐらいですかね。はい、まあ、軽減ループ貼ってたんでよかったんだけど、やっぱりねここの火力は高かったですね。まあもともとこうね激減とかで耐えてたところだと思うんで、まあ、ただの軽減でも耐えれるような、まあ、耐久力になってるんだなって感じですね。はい、まあ、なんでね特別そんなに難しいことは何もしなくて OK ですね。
はい、で一番左の炭治郎のおかげでよりね火力を出すことができてます。まあ、より火力をというかね、水も火もしっかり無効貫通組んであげれてるんでって感じですかね。でもここまで削ってるんで最後は火の無効貫通だけで余裕なので、でまあ操作時間もねかなり長いんで相当安定してね勝つことができると思います。木のユリシャとか光のユリシャだったらねよりもっと簡単に勝てると思うんでね、はい、よかったら久しぶりに多次元で遊んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。ではまた次回作でお会いしましょう。